皆さんこんにちは、めぐです。今日は昨日に続いて新しい10コマンドを作ってみたんで、そちらを紹介していこうと思います。今日はね、新しいアドオン入れてきてるんで、後でね、でっかいモンスターが出てくるかもしれないね。まずやり方は簡単で、スイッチをオンにして、今回は時間系のコマンドなんで、時間にぴったりな時計を使ってやっていこう。で、金床用意して、この時計を時空弾という風に名前変えて、こいつを敵に向かって投げるだけで OK です。例えばこういう風にね、でかいな、こういう風にモンスターに向かって投げると、はい、モンスターに当たるとポコンと音がして止まります。まあ約10秒間なんだけどね。多分ね、この号でも上判定ないね、飛んでっちゃうから。そして今コマンドログが左に表示されてるんだけど、これをなくしたいよっていう人は、スラッシュゲームルールコマンドブロックアウトプットファルスと入力をしてください。で、念のためプレイヤーログも消したいよっていうんで、ゲームルールセンドコマンドフィードバックファルスだね。この2つのコマンドを打つとコマンドログが表示されなくなります。ポコンと。いや、とてもじゃないけど、これ挑戦したくないな、このゴーレム絶対負けるでしょ。ちょっとやってみようか。今回の銃は投げるとね、こんな感じでまっすぐ飛んでって、敵に当たると消えます。で、敵に当たらなくてもしばらくしたら消えるようになってます。この時間も調節可能です。で、敵に当たった場合は分かりやすくプレイヤーに対して音を鳴らすようにしてます。このポコンっていう音はマインクラフトの通知音で、ここだね、丸に通知音って書いてるとこ、これちょっと今コピるんで、今通知音の音程を下げて 0.4 にしてるんだけど、これを1にするといつもおなじみの音に聞こえます。この音だね、あのマインクラフト開始とか、なんかエクスポートとかした時に流れる音ですね。ポコンと。もっと敵の行動を止めたいよっていう人は、これだ、タイムストップってとこ、このスローネス10トゥルーって書いてあるんだけど、このスローネス10秒、強さ10でパーティクル非表示っていう意味になってるんで、タイムストップの秒数今10だから、ちょっと20ぐらいに伸ばしてみようか。今回出たのは 1.18 アップデートに対応したニューミュータントアドオンってやつで、これね、あの最新のアップデートに対応してるんで、このままサバイバルにして、このゴデムちゃんのね、このタイムストップ使って戦ってみようと思います。なんかね、レアなアイテム落とすといいね。あ、待って、その前に剣は欲しい、剣は。じゃあ行きますね。多分襲いかかってくると思うんで、ゲームモードをサバイバルにしました。で、行くよ。大丈夫かな。いや、怖っ、これ切れた時怖いよ。全然かかってこないね、これね。このゴーレム、あ、倒した。あーな、なんかかわいそうなことしたな。ゴーデムなんかすごいおとなしかったから、ちょっと別のやつやってみよう。じゃあスケルトンでいこう。スケルトンいきまーす。出たねー。え、どこにいたゴーデム。いや、怖っ。あ、いや、強っ。あ、でもそうだ、スケルトンってね、これね、一発じゃ倒れないんだよ。タイムストップしてみよう。いた、ちょっと近づけないっす。いえ、行って。あ、いや、ちょっと、あ、ダメだ、意味ない、返して、て。何これ。いや、ひどい目にあった。まあ、あの動けなくなるってだけなんで、あの攻撃不能にはならないんでね、まあ敵のね、行動妨害とかには使えると思うんで、時間を止めて遠距離武器で倒すぐらいにはね、使えると思います。今回のコマンドこんな感じになってます。一応ね、全部組み込もうと思ったんだけど、乱発した時にちょっとバグが起きる可能性があったんで、スコアボード削除だけは別にしてあります。アイテムをまっすぐ飛ばす、これ投げてまっすぐ飛んだら、まあ一瞬だけレッドストーンが行ってスコアボードが作成勝手になります。で、その後はスコアを加算してパーティクル表示、タグ敵を付与してタイムストップして、通知音出して時空弾キルして、タグ敵を削除して、まあ、時空弾キルと。これどういう流れになってるかというと、ちょっと入れ子になってて、まっすぐ飛ばしてスコア加算してパーティクルして、タグが追加されなかった場合っていうのは、ここの丸にって書いてるところのフローを飛ばします。だからここ時空弾キルってあって、こっちにも時空弾キルってあります。ここでタグ敵を追加できなかった場合は、この丸にって書いてある中にあるこのエグゼキュートアットエンティティタグイコール敵っていうのが存在しなくなるので、エグゼキュートアットエンティティ敵がコマンドを使う部分は全部省かれます。
全部スルーだね。この丸2番は全部スルーされて40の時空弾切るっていう風にいきます。前回検知して弾を消すっていう方法を取ってたんだけど、今回入れ子にできるってことに気づいたんで、1列のコマンドブロックで動きをね作ることができました。コマンドの中身はこんな感じです。はい、ということでね、ちょっとね、攻撃には使えないけど、まあ、妨害には使える弾っていうことでね、友達ともね、ちょっとした遊びに使ってみるといいんじゃないでしょうか。ちなみに、タイムストップの中の、強さの部分を変えると、完全ストップじゃなくて、ちょっとだけ動きを遅くしたりとかっていうこともできるんで、そこら辺はお好みで調整してみてください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。